FDA は県営名古屋空港などに拠点を置いてきましたが今日から中部国際空港から高知空港とを結ぶ定期便の運行を始めました午前11時過ぎに乗客75人を乗せた第1便が高知へと出発しました FDA は中部国際空港への就航により外国人観光客やビジネス客の利用を増やしたいとしていますセントリアを含めた広い地域の方々にご利用いただけるように 中部国際空港からの高知便は1日2往復、県営名古屋空港からは1日1往復となります。